いいやな、覚え方。さ、イオンちゃんはこれは1万4000語レベルかな。AK 級には、長文で、出たことがあるんですかね。なんでしょうね、イオンちゃんね。あなた方知ってました？つってね。知ってるわけないよね。知ってるわけないんだよ、1万4000語レベルなんて。もう並の単語帳なんか載ってないからね、こんなんね。けどまあ、こんな風にね、長文のお題で出たらどうしますか、これ。イオンってなんだろうとか思いながらね、読み進めなきゃいけないというね。イオンってなんだよとかね、もうそこでも軽くストレスになっちゃうんだよね。でもまあ、一番のストレスっつったら YouTube ですね。全然撮影されない。もうショート動画でさえ作る気なくなっちゃったよ。もうなんかもう嫌になっちゃってね。なんでしょうね、イオンね。なんか動画って作ればね、作った分だけストックとして再生されるんじゃないのとか思うんだけどね。全然そんなことない。全然そんなことない、本当に。これなら推測できるかなとか思ったんだけどね。これもまたお題からつまずくっつってね。なんだよ、イオンっつってね。S つくこともあるの？言うてね。さっきのは地球関係の話題で、今度は人生の話かな？言うてね。これ厳しいですか？じゃあ次ならわかりますかね？次ならね。これならわかんじゃない？Bigger than a house. Crystal takes eons to grow っつってね。水晶がこのぐらいになるまで、このぐらいの大きさになるまで成長するには、どんだけの時間がかかりますか？つって。2時間ぐらいでこのぐらい大きくなりますか？つって。もしくは、2週間ぐらいでこんなに大きくなりますか？水晶が。ね。この水晶の洞窟有名だね、これね。なんか入ったら死んじゃうんでしょ？なんかすごい有毒ガス的なものがいっぱい入って。で、危ないからこれ入れないようにちょっと入り口塞いじゃったとか言いますけどね。こんなでかい水晶になるまでどのぐらいの時間がかかるんでしょうかっていうのがイオンですけれども。もっとわかりやすく言うとね、イオンっていうのはね、俺の動画ちゃんが、収益毎月9000円になって、コンスタントに毎月、収益が振り込まれるようになるまでの時間。ね、どのぐらいかかると思いますか？今、私の収益月1500円とか2000円ですけど、それがちゃんと、8000円以上にならないとね、YouTube ってね、毎月振り込まれないんですよ。だから8000円になるまでは、YouTube 側で貯めときますから、つって。で、8000円超えたら振り込みますからっていう契約になってんだけど。だから次の私の給料が振り込まれるのいつかなっつって。じゃあ仮に2000円だとして、1ヶ月経って2000円でしょ？2ヶ月経って4000円、3ヶ月経って6000円、4ヶ月経って8000円だっつって、その8000円が振り込まれるのは次の月だから5ヶ月なわけ。何やそれ。 おい、何やそれ、この野郎、ふざけやがって。なんで YouTube 始めてんのにさ、収益振り込まれる感覚がほぼ半年に1回なわけよ。ふざけやがって。そんなチャンネルがね、毎月コンスタントに8000円以上ね、収益上げられて、毎月振り込まれるようになるまでにかかる時間が、イオンですね、つって。もう英語だよ、英語。もううんざりだよな。愚痴。しかもおまけにこんなん言ってたら愚痴言うなとか言われるんだよ。最悪じゃん。虐待じゃない、もう。そして仮にこうやって私が愚痴言わなかったとしても、大して収益変わんないっていうね。もうそれが一番嫌だな。もうそもそものパイがおかしいもん。マックスのパイってせいぜい1万でしょ？AK1 級なんて毎回1万人ぐらいしか受けないんだから。完全に無理筋だもんね。ちなみにこの単語ちゃんはあれですね。語源調べてもわかりませんね、こんなんね。で、気になる AK1 級の過去問としては、2017年の第3回の長文かな。こんな感じで出てますね、つって。
なんか宇宙の時間の尺度は無限なんだから、地球より、発達した文明は他の文明に先んじて悠久の昔から存在するんじゃねえかっつってね、2017年第3回の過去問にね、ここで出てますけれどもね、こうきっちりね、重箱の隅まで読んでね、こんな単語ありましたから覚えておきましょうなんつってやってる、あの YouTuber なんか俺だけよ。もう他の英語系 YouTuber なんかもう説教垂れるだけなんだから、ほんとに、あ、ほんだか。もしくはクソしょうもないトイックがどうのこうのみたいなやつな。なんだあれ。なんだあれよ。本当に腹立たない、ああいう動画なんか。トイックがどうのこうのつって。そもそもこんな単語ご紹介してんの世界レベルで俺だけですよ、もうはっきり言ってね、もうネイティブちゃんなんだよ、もうこんなもんするですよ、はっきり言って、こんなんね、もう嫌になっちゃうもう嫌になっちゃうね、お前がたこ It takes many eons for gold to cloud and time to gold ions、金が錆びて金曜になるには無限に長い年月がかかる。そうでしょうね、金って錆びないって言ってるもんね、けどまあ、10億年かけたらとかね、そういうレベルでね、未来永劫かければみたいなね、錆びて金曜になるんじゃないの言うてね、It takes many eons for gold to corrode and turn into gold ionsIt takes many eons for gold to corrode and turn into gold ions. It takes many eons for gold to corrode and turn into gold ions. しかし、このイオンっていう単語より、英語だとなんとかイオンのことはアイオンって言うんだっていうことの方が、あれだね、意外だよね。外人は金属イオンのこと、アイオンって言ってんのつってね、そういうのやめてほしいよな、もう普通に生活してたらそんなの絶対気づかないもんね、英語じゃイオンって言わないよつって、アイオンだよなんつってね、このようにね、比喩的な使い方をしたりしますよなんつって、めちゃくちゃ時間かけてやっと見つけたよなんつってね、ネイティブちゃんはちゃんと使っておりますよなんつってね、ご紹介してるんですけれどもね、こういう風に顎をなんかつけられちゃったらね、わりかし推測できそうな感じはしますけれどもね、こういう比喩的な使い方でね、ハドソンリバー鉄道ってめっちゃ昔に作られたんだけどつって、新しいの作んないのつってね、大人ですからね、英検1級受けるにあたってね、ああイオンねつって、ああイオンねっつって、ちなみに英語ではなんとかイオンのことをアイオンって言うんだよねってね、英検一級を受ける段階ってそのぐらいのことを言えないとねっていうね、そういう風なレベルを目指さないとねっつってね、もうそういう風なレベルを目指さないやつはもうあれだ、もう非難英語でも見とけまた伸びてんだけど、なんかもう12万人とかさ、あなた方こういうのしかね、こういうのか田村会しか見ないからな、もうこっから全然英語関係ないよ、もうだってもう全然面白くないんだもんゴールデンウィークどこも行ってねえしもう限界だなこれな、こんなんに勝てるわけないじゃん俺の動画ちゃんがさ、もうほんまにもう、でもあれだよねこれ、森哲先生が一丁噛みしそうな感じするけど、まだ一丁噛みしないね、どうなってんだろうねこれね、もしくは一ノ瀬先生、一ノ瀬先生プライドあるからなね、そのうちコラボとかすんのがね、一ノ瀬先生、一ノ瀬先生もこの金色のジャージ着てタバコ吸えばいいじゃんしかもこれやらしいのがさ、タバコ吸ってないよねこれタバコ吸ってないよーつって、隣の犬も言ってるよふざけんじゃねえよーつって、なんなんだこの姉ちゃんはよっつってもうやだよもう、概要欄のリンクから例文をチェックしよう、ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ、再生リストから復習もしてね。